国道230号道場道場国道230号は、北海道札幌市から、駆動群瀬棚町に至る一般国道である。起点からおしゃまんべ町へは、国道5号、または国道36号、国道37号より短距離で達し、札幌、函館間を結ぶ最短距離ルートを形成する。2000年に発生した、うっん噴火によって、 アブタ町内2カ箇所で国道が分断された。国道上に噴火口があり、徒歩でも国道部分を通過するのは不可能となった。地形図では国道上に火山活動によって形成された池も記載されている。また、国道脇を通っていたちょうど泉公園線の跡地が遊歩道として整備されている。復旧工事は別ルートによって行われ、2007年に開通した。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び、経過値は次の通り。政令上の終点は、瀬田名郡北日山町となっているが、合併に伴い、現在は、駆動郡瀬田名町となっている。国道230号、国道5号交点、おしゃまんべ町国縫国道付近から噴火が始まり、著しい隆起のため道路が変形。一部は水没し池,池となった。 ウッサ噴火によって、阿武タ郡阿武タ町と親子温泉、道長線の間が、普通になったため、道路管理者である、北海道開発局は、迂回ルートとして、阿武タ郡東屋村香川阿武タ郡豊浦町、篠野目町を結ぶ北海道道285号、豊浦東屋線、北海道道97号豊浦峡谷線の、該当区間を2000年4月26日から国道230号に、 組み入れて対処した。これは、新ルート開通までの応急的措置であり、2007年3月28日の新ルート開通後、4月2日に、国道の指定は解除された。また、新ルートの交点から、東谷湖温泉街に至る区間は、北海道道2号東野湖上別線に変更されている。その後、普通となった箇所は、 西山河口散策路として整備され、変形した道路や被害に遭った建物を見学できるようになった。トンネル道の駅札幌市郊外の国道230号。左は、旧国道石狩振興局、尻辺市総合振興局、胆振総合振興局と東総合振興局、檜山振興局。ありがとうございます。